かちょっとファンの皆さんの世代にはロリータがわからないって言われたんですけど、検索したら出てくるので検索してください。小判と帽子ありがとう。次は11月だから特にコスプレはないんだけども、ちょっとしたコスプレをします。あのツイッターに書いてある通り、皆さん私がツイートしたツイートした今日ツイートしたやつ3つともリツイートとコメントといいねしてください。たくさんしてください。私は今フォロワーさんを増やしたいので、いろんなグループのファンの人のだからしてください。してくれたら嬉しいです。3つともしてください。ぜひ。お化けありがとう。あとね、今日はユウのメイドの写真も撮ったので、明日か近々載せます。だからいいねしてください。リツイートも。こんばんは。いつも写真をなかなか撮らないゆうちゃんですが、今日は撮ってました。珍しく。ちょっとポーズは私がしてさせていただきましたので、メールでは横バージョンの写真を送ったんですけど、ツイッターは縦を合わせます。こんばんは。なんか前にすぐ下がってくる。なんか今日のコスプレめっちゃ里川さんと色違いっぽかったけど、よく見たら違ったから違うのかな。めっちゃ似てると思って、さっきツイッターに書いて載ってて、めっちゃ似てると思ったけど、皆さん拡散してくださいね。私も今日クロミちゃんの誕生日です。わっしょーい。おめでとうございます、クロミちゃん。今日のトーク会が終わったということなので、次は埼玉と愛知が残っておるので、ぜひ来てください。ぜひ来てください。一部が余ってるので、余ってるというかやっぱみんな早起きが苦手みたいなので、はじめまして、来てください。コウモリバイケンありがとう。こんばんは。そう、本当に来てほしい。でももうあのなんだっけ、埼玉は2部完売してました。また支払いがされなかったら復活しちゃうけど、なので待ってます。ユニバーサルみたいなやつありがとう。コウモリも、いや赤ずきんじゃないですね。ツイッターに載せたので見てください。でも SKE の握手会トーク会って AKB さんより時間が遅いよね、一部だから。待ってます。バキありがとう。今日はハロウィンだからケーキを買って帰ろうと思ったんですけど、
遅い時間に帰ったので、昨日よりとグループトーク会は遅かったから、だからケーキ屋さんにケーキ余ってないかなと思ってケーキを買うのをやめました。やめちゃいました。食べたいんですけどね。ありがとう。ももちゃんにおげつもらいました。長坂ちゃんからももらって、私は置いてあるお菓子とおもたんと長坂ちゃんからお菓子をもらって食べました。てかなんか絶対思う、めっちゃ寒いんだけどさ、目元にほくらある人絶対可愛くない？あれ、さっきまであった、あんなとこにあった。目元にほくろつけ足したいと思ったら、ちょっと待って、よいしょ。なんか黒猫のケーキとかかぼちゃの瓶に入ったケーキが食べたかったけど、まあ売り切れてるだろうなと思ってやめました。ほくろ、目にほくろをつけたいので描いていきたいと思います。全然わかんない。うん、なんかありがとうギフト、なんて言うんだっけこれ、涙袋じゃなくて、涙袋じゃなくて涙袋の、涙袋にほくろじゃなくて涙袋の下に真ん中ら辺にあるほくろが好き。ちょっとなんかわかんない、見えないね。この辺にある人が好き、こことかじゃなくて。こういうことです。なんかわかんないんだけど、光だ、光で飛んでるんだ。くそ、あ、泣き袋じゃない、泣き袋は違います。普通に目の下にあるのがいい。てかなんかお顔に粉が振ってあるから描けないんだ。これも買い時です。ゴミついてるよって言われそう、普段こんなとこにほくろないから。ゴミついてるよって、ちょっと書きたいんだけど、ちょっと書かせてください。鏡でかくてウケる。ね、書けない。だからインクがないんですけど。こんばんは。なんか面白い話題ないですか？なんか特にハロウィンだから。なんかね、特に話がな、面白い話がなくて。最近は覚えることしかやってないので。毎日楽しいことがないので、楽しくないわけじゃないけど、楽しいことはないんです。生活、楽しいことがなくて本当に悲しい。毎日同じような日々を過ごしている。あ、青木さんと話しました、リアンちゃん。今日はレン一緒にいる時に話したんですけども、アイドルが好きというお話をさせ
してできました。誰推しかとか、どのグループが一番好きかとか、あとはそう着ぐるみの話とか、あとはあとめっちゃ話したよ、ずっと喋ってた。あとなんか青木りかちゃんのお母さんがなんかすごい顔がタイプみたいなことを言ってくれてっていう新発見をしまして、あとファンの人が青木りかちゃんに私が日向坂さんが好きっていうことを誰かが伝えたらしく、日向坂さん好きなんですかって聞かれて、あ、誰だってなりましたけどでもそのおかげで話が盛り上がりました。めっちゃ喋りました、ずっと喋ってた。何話すかな、でもアイドルの話以外にも話したけど、あとラーメンが好きっていうのも一緒だったね。あ、他にもなんかもう忘れちゃった結構喋りました。2人だから喋りやすかった、3人だとね、3人はちょっと話が飛び交うの大変で、ね、なんか画面に汚れがついててそれがめっちゃ邪魔なんですけど、アナンちゃんに会いましたか。え、今日マジで一回も見てない気がする。アナンちゃん見てない気がする。見たっけ。いや今日は本当に見てないです。同じ時間に来たはずなんですけどなんでだろう。そう、3日の公演来るねって人いっぱいいて本当に焦ってる。来る人がいっぱいいるのでね、ちょっと早く覚えなきゃって感じなんです。私アナンちゃんとのツーショットないんですよね。スリーショットならあるけど、今日会ったら写真撮ってもらおうと思ったんですけど普通に見なかったです。私がずっと席にいたからかもしれない。もう本当になんか個別のトーク会が終わった後3時間ぐらい暇で、でまあそのうちの1時間はご飯で時間が潰れて、あと2時間あるんですけど、フリブリを見て覚えてたらなんか知らない間に寝ちゃってて、でハーッと起きた時にはもう曲が終わってて、あ、もう眠気に勝てなくて寝た、そこから寝ちゃいまして、気づいたら3時半過ぎで、あと1時間ぐらいだなと思ったけど、ちょっとずつ用意を始めてって感じだったので、ほぼ寝てました私は。寝てばっか。今日はいっぱい寝れます。でも明日から本当に新規で覚えないとやばいのでやばい、普通に覚えないと。本当ありがとう、公園いっぱいあるもんね。だから握手会、違う、トーク会はないけど会える機会はたくさんあります。か明日から1月、間違えた、11月なのやばくないですか。本当ありがとう、だから11月で、ですね。7日はオンライントーク、8日も公演です。え、なんだ、来月は食べたいアイスが発売するので本当に幸せです。でも11月から私はきっと忙しくなる、多分アヤカーニバルまでリハがあると思うのでと思ったら12月に対バン、若手コンサート、え、あのカミフレの振り替えの日程って出てるんですか。知らないんですけど、記憶
送れなくて。いつかわからない。いつですか。これか。新宿ブレイズ、これ私からあるもんね。え、じゃあもう本当にやばいじゃん。ってことは12月の第3週は1週間に3回もライブしますよ。え、普通にやばくないですか。で、若手コンサートもあるので。さあ、そうだよ、若手コンサートの話しました。青木りかちゃんと。そんでもってやばいですよねっていう話をしました。急に新しいことを覚えることになるから。年末何かしそう。え、ちなみにだけど私は知らないですね。去年は何もしなくない？年末去年家にいたもん。おととしはおととしからカウントダウンに出れる年だったんですけど、桃色歌合戦に出たから出なかったですね私は。だからカウントダウン出たことないんですよ。でその一昨年の前の年はまだ出れない年、寝れない年齢だったから、高校生だったから、何なんか夕方お昼のイベントで出た気がする。カウントダウン。でもまたそういうさ、年末に他のアーティストさんが出るイベントに出てみたい。またミッドナイト公演あんの？年末あるのかな。でも全員は出れないと思う普通に。その何だっけ、高校生以上の人でも。アミさん激辛、めっちゃ激辛に見える。なんだっけ、コウモリありがとうございます。てかミッドナイトは出ません私は。100なんかクリスマスにライブやるらしいですよ SK。 なんか公式に載ってた今見たら。え、 SK の YouTube のやつはもう終わった？あ、その話か。 SKE の YouTube のやつが今のクリスマスのやつか。もう知らなすぎて。そういうことね。何にも知らない。9時半からだったねえ。クリスマスさんめっちゃ可愛い。私は連絡が来てないので知らないです。そのクリスマスのやつは。でもなんかなんだっけ、握手会がなくなってから AKB さんのあのシングル
のイベントに出ることがなくなったから、サンタさんで握手するみたいなのがなくなってから、本当にクリスマスが暇すぎるですけど、去年クリスマス何してたのか、あ、友達とラーメン食べました。クリスマスにやばくないですか、ラーメン食べて、で名古屋駅のゲートタワーのイルミネーションを見て写真を撮りに行ってもらいました、撮ってもらいました。なんだっけ、お化けありがとう。サンタンさんのコスプレは持ってないんですよ、帽子しかない、百均の。え、何、ミッドナイトはそもそもあるの、なんでそんなミッドナイト、ミッドナイト言ってんの。ねえ、クリスマスのケータリングも美味しいんです、チキンが美味しくてマジ美味しいです、めっちゃ美味しい、だから最高です。うん、クリスマスにイベントがあるとクリぼっちを回避できるから幸せでしたよ。去年は前日か前々日に友達を誘って行きました。でも私はもうなんともう年を取ってしまったので何か特にイベントごとになんか執着しなくなったというか、だから今年のハロウィンも今までだったら猫とかメイドとかやってたと思うんですけど、今年は、まあ、みんなが見たいやつをやってたんですけども、今年は別にそんなにイベントごとに執着してないから、ただ自分が着たい衣装を着るっていう感じでしたね。だから、まあ、別に年齢が若いのにとかじゃなくても、考え方が普通に人より冷めてるというか、だからなんか盛り上がることは好きだけど、そのね、なんか今のご時世的に人大人数で集まったりとか、そういうなんか外でワイワイするのが良くないから、そういう行動に自粛されてるから心も自粛しちゃってるんです。だからクリスマスはお家でケーキを食べてれば私は幸せ。え、なんかわかんないですか、ね、なんか外に出て大人数でワイワイするの今自粛されてるじゃないですか。でそうなるとまあやっても3人ぐらいでお家でパーティーとかじゃないですか。でそうなるとああってならない、なんかそこまで大丈夫だよねみたいな、もうこの3人だけで幸せな空間を、3人とか別に4人とか幸せな空間を作れればいいよねみたいな考えになってしまいました。のでなんかだ去年から本当に私はお家で、去年の年越しも私は一人でベッドの上でジャンプをして年を越しました。やばくないですか普通に。だからちょっともうダメなんです、私はあんまり、でもあんまりなんかね、なんだろう、集団行動がもうそもそも得意ではないので、だから私は4、5人がちょうどいい人です。私はちゃっかりジャンプはします、一人でね、ちゃっかりするけど、まあ一人で。でも今年お笑いやらないので見る番組がなくて、紅白は見るんですけど、何を見ますか皆さんは年越し。見る番組がなくなってしまいました、また一つ。あ、カミフレはちょうどいいですね。
でも神原9人でも別に多いな。なんか多分10人以上が無理って感じ。無理っていうかなんか苦手です。え、そう、え、ってか、いや、そう、神フレの焼肉も行けてない。帽子ありがとう。そうですね。なんか無理っていうか苦手なんです。あの素が出せないって言ったらいいんですか。素が出せなくなるので人が多いと。だからそうなんです。お化けありがとう。なんか私の場合質より量じゃなくて量より質のタイプなので、まあもまめは違うんですけど量より質タイプだから、友達一人とかでもその子とすごい信頼関係を築けてたら全然いいですだからそう少人数でいい。そんな人です。コウモリありがとう。静かになる。なんかねどんだけ仲良くなく仲良くなくてねどんなに仲良くても黙っちゃうんですね。10人以上いるとなんだろう、聞き役に回っちゃってなんかガヤガヤ してたら、そんな10人が10人ガヤガヤしてたらそんなカオスになっちゃうので、そのそうなったらなんか黙っちゃう人なんですけど。コウモリありがとう。寒い足元が。こんばんは。今日、ね、今日みんなコスプレスーツじゃないですか、メンバー多分全員で、まああのヨゴニャンさんとめっちゃ似てたから写真撮ってもらいました。これもうほぼ同じで服装もなんかめっちゃ似てて、めっちゃ似てると思って。似てる人いるので、てかまずこれなんか付け方合ってんのかなって感じでもなんかサイト見てもこのリボン垂らしてたから垂らしてるけど、髪の長さとかに切っても可愛かったかなとか思ったけど、でも去年さそんないなかったよね、当日じゃなかったから。なんか去年もさトーク会ハロウィンの近くが当日にあった気がするんですけど、去年はマジでいなくて全然。なんか今年えほぼじゃんと思って、え去年してたっけ、去年あったっけ、ちょっと見ますね今から。去年あったかどうかって。ちまちゃんのえ嘘、会えてないんだよね川島。ほら去年も当日あったんだよ、でも全然やってる人いなくて、去年はメイドだった。メンバーが全え、そう今年メンバー去年全然してなかったの。だからすごく恥ずかしかったけど、今年はめっちゃやってる人いるからあれと思って、でもすぐ着替えました。本当に申し訳ないんですけど、グループトーク会しか来てなかった人には本当に耐えれないんです。
全然本当に恥ずかしくて、普段しない格好でうろちょろするのが苦手で、うろちょろっていうか、だから苦手で。ファンの人も仮装してほしい、本当に期待してたんですけど、でも一握りぐらいしかいなかったです、仮装してきた人が。なので来年はしてください。いや来年あるのかな、当日にあるのわかんないけど、あったらしてください。でも当日にした方が盛り上がるよね。今さやっぱり栄とかコスプレしていけないから、こういうイベントがあるとコスプレできるから嬉しい。なんかもっとカチューシャでも全然変なカチューシャ、男の人がつけやすいカチューシャあるんですよ。ちょっと調べますね今から。カチューシャ男の人ハロウィンで調べました、出てこなかった。え、こういうのでいいじゃん、なんかハサミぶっ刺さってるカチューシャがあります、こういうのでいいじゃん。ハサミがここにぶっ刺さってるカチューシャがあった、でもそれしか出てこないな。なんか被り物してる人いてめっちゃ怖かった今日。なんかピンもあるんですよ、なんか盛り上がるイベントだから一緒に盛り上がってほしい。違う、ピン、あれなんてピン、ピン、男の人ハロウィンでやったらボウリングのピン出てきたんだけど出てこないね、いける、変な仮装しか出てこない。ハサミは絶対つけれると思う。なんかみんなが考えた猫ちゃんの耳とかだったらきついと思うけど、自分が男だったらきついし、正直でもそれなんかちょっとグロめのやつだったらいけそうじゃない。私ピクミンの仮装をしてほしい、ファンの人にピクミンのカチューシャみたいなつけてほしい、作ってつけてほしい。あんのかな、ピクミン。でも来年ピクミンにハマってるかわかんない、ピクミン、みんなピクミンにハマってるからピクミンしてほしい。え、ないんだね、どうやってやるんだろうピクミンって。ピクミンのカチューシャないんだ、つけちゃう引っ張られそう、おもろすぎ。え、ピクミンのコスプレしようし、ピクミンのなりきり帽子があるんだけどもう売ってないの、めっちゃおもろいやん。だからぜひ来てください。なんか別に無理なら強制じゃないし無理ならそのままでいいけど、え、なんかちょっとやってみようかなって思ってる人はちょっとなんかやりやすいやつでやってください。でもそもそも来年当日あるかわかんないけどもあったらしてください。握手会とかだ、もう来年のハロウィンで握手会があったら、握手会になってたら引っ張りたい、みんなのこと。ピクミンだったらハロウィン公演だと、あ、もうほぼしてた、私服いないレベル、みんなしてたね。ほぼしてだって仮装のランキングでなんかチェキかなんかなかったっけ、だからやったもん勝ちでした。なんか公演見に来るってよりもうみんなガチガチのハロウィンだった。T シャツ着るけどスタッフさんに、え、きついね、え、でも自分、あ、でもなんかそういうね、もう私メンバーでも恥ずかしいから
あ、みんなも恥ずかしいか。確かに。スタッフさんはね、わかる。ただ慣れてないんですよ、こういう現場に。多分ね、そういう派遣の方だと思うので、だから慣れてないから見ちゃうんだと思います。来年はハロウィン前にこの格好をどうにか。え、じゃあピクミンピクミンで来てください。みんなピクミン売ってないんだよね。今日私の受付の女の方がめっちゃ可愛かったらしいんですけど、誰に似てたんですか？なんかみんな言ってた、めっちゃ可愛いみたいな。え、誰に似てる感じ？めっちゃ見たかった、めっちゃ可愛いって言ってた。え、どういう可愛い？綺麗系？めっちゃ気になるんですけど、そういうの聞いたらいいな。私もアイドルになれなかったら受付の人にやりたくてずっと思ってた。受付の人っていいなって思う。マジで誰に似てんの？どういう系？気になる。誰に似てんの？芸能人だと。なぜ受付？あの、なんか剥がしは立ってるから無理。受付の人は座って確認してってだけだから、剥がしの人よりかは楽かなみたいな。見たい、見たかったんですけど。いいな。でもなんか昨日も同じ人だった、私の剥がしの方だから2日間変わってないんだと思って。いってらっしゃい。でもそういうこと言ってくれる人って意外、あのアイドルファンだったりするよね。あと慣れてる、そういうお仕事慣れてる人とか。いいな。で、将来は48の会場だったらワンチャン気づかれるかもしれないので、将来、じゃあ坂道さんとかイコラブさんとかの受付になりたいですね、将来。剥がしの人握手会、多分触れられないからそう感じるだけだと思う。ボードしか持ってないし触れないし近寄れないからだと思う。お化けありがとう、結構言ってくれる。じゃあもうみんな慣れてんだね、お仕事。でも自分も握手会行った時に言われたことある気がする。今日誕生日なんです、おめでとうございます。クリスマスじゃなくてハロウィンに、ハロウィン二つお祝いされるから最強じゃん。おめでとう。誕生日って素敵ですよね、自分が主役な感じがするから。幸せ。でも私この前幕張の剥がしの人めっちゃゆるくなかったって言ってた。厳しかったか、厳しかったって言ってた。ぜひ、ありがとう。コウモリ、うま、バラ、ありがとう。あ、そう、須田さんも誕生日だし、今日はクロミちゃんも誕生日、いっぱいいる。だからクロミちゃんと誕生日一緒ですね。誕生日当日なんかしか、確かに本当にね、それな。幸せだよね。だって全国握手会でもう本当に推ししか情報がないって時にさ、
何話そうってなってもさ、その日誕生日だったらさ、私今日誕生日なんですって言ったらおめでとうございますって祝ってもらって、それで会話がで成立する。あかり、やっぱそうさん、くるみちゃんツイッター始めた、なんか大物が始めたみたいな言い方言ってもらう。ハートありがとう。剣残り何枚持ってるかな、運営さんチェック入るのない。いやでもそれほどたくさん会いに来てるということで最強ですよね。あ、でも私のえ、なんか私のん48のオタク時代の友達が前私の握手会の受付してたらしくて、公式のインスタの DM に来てた、今日受付してたよって。くるみちゃん毎月最終日しか出てこなかった。やっぱくるみちゃん SK とコラボするからちょっとやっぱりガンガン出していかないとね。あー、くまちゃんありがとう、ありがとう、くまちゃん嬉しい。回れそうですか。え、それで回れないですけど、でもここしか回れないんですけどって言ったらどうなるの。そう、すごいんです。あ、それだ、青木梨花ちゃんとその話もしてた。 NMB さんの8期生の書類見てるって言って、あ、見ようと思ってちょっと見たいと思います。私も別になんか特に私なんか別にオーディション中のショールーム見ないんですけど、ちょっと見てるって言ってたので気になったので見ようかなと思います。可愛いかめちゃくちゃ多い。嘘、今やってる？今はやってないか。なんかね、可愛い子が真ん中ら辺の順位にいるっていうのを教えてもらった。ハートありがとう。アイドルの枠でいいの？アイドルではない。何枠？オーディション中のショールーム見てると落ちちゃった時、うわ確かにね、それはあるわ、それはマジでわかる。え、今も誰か配信し、あ、アドバミアルチ配信、今は誰も配信してないですね。え、時間決まってんのかな、9時までとか決まってた記憶がない。ドラフトの時ね、GC狙いで出るって見た、早くない？こんばんは。10枚くらい得した。え、辛すぎない？ラブリーのご同期の本当に最後の部、それで3枚だけ使って残り30。ん？きつくない？それ似合う、ありがとう。自分がしてた時あったっけ、全然記憶にないんだけど。どこで見れるの、サイト？あ、こっからポンって飛べばいけるか。でも私は候補生の時全然順位とか気
気にしてなかったな、なんか全然始めたのが遅すぎて。でもなんか配信めっちゃ見てくれてる人が増えて、真ん中よりちょっと上の順位に滑り込んでた最後。すごーと思って、全然配信してないのに。地域オーディションで出てくる、どこで候補生の顔出てるの。公式サイトで出てますか。専用ページが嘘。え、違うの、あのね、ショールーム審査って言うけど、審査じゃなくてショールームしてもいいよみたいな期間があったんです、ドラフトの時。でもなんかショールームは別に審査に関係しないって言ってたから、そこまで順位気にしなかったけど、でもやっぱりなんだかんだ言って審査に関係あるだろうなみたいな感じはしたよね。え、なんか若そうな子がいました、 NMB さん。見てます、今候補生ページあった、本当に。この子絶対か、え、45番の子絶対可愛い写真しか見てないけど、私は、え、この子めっちゃ美人なんですけど、やばい、くしゃみでしょ。100人いるの、めっちゃいる、めっちゃいってびっくり思ったよりいた。あ、そうなんだ、いました。でも動いてる方が絶対可愛いよね、みんな。この私こういうの写真撮った時雨で、だからもう前髪の巻きとか全部取れて、だからもう本当に目に髪の毛がかかって最悪でした。しかも写真って一生残るからやばいってなったよね。でも配信見たら可愛いってなる子絶対いるから、絶対見ちゃう配信も。ガチです、そういうの。ほくろ書き足したけど画面越しだと違和感ない。あ、待って、お休みメール書きますね。危ない、なんか、あれ、今メール書いてます。お月様の絵文字はない。出ました、こんばんは。うん、いつもショールームしてると送り忘れるから、今日は思い出したのでギリギリです。もう写真ないんですけど送れる今日全然自撮りしてなくて、はい、起きました。
も送りました。今23時1分ぐらいにやめます謎の1分、23時1分ぐらいにやめます。皆さんツイッターリツイート、いいね、コメントしてください。しましたか？ちゃんとちゃんとしましたか皆さん。したよだってさすがですね。やったー、リプ来たら嬉しいです。とても読んでるので、私は本当に拡散してください。ぜひとも23時1分になったらやめますので、あとちょっとです。なんかリプを読んでるからからプロフィールも飛んじゃいますその書いてくれた人の飛んじゃいがち。みはるん、みはるんのことを書いているファンの方のツイートを見つけました。みはるんが似てたから一緒に写真撮れたからですけど、着いたらちょうど着替え終わっててピエンだって言ってたって。えみはるんの服見たいんだけど読み上げ、勝手に読み上げてて受ける。バカにてんじゃん。え？知らなかったんだけど。え、初めて知った。ほぼ一緒やん。え、ほぼ一緒じゃん。今日はずっと着たかったロリータ風のお洋服を着ました。でみはるがツイートします。え、南部なの？みはる。なんかさ、みはるんともあのポケモンのガチャガチャを一緒にしたんですよ、さやと。で、そんぐらいちょっと最近仲良しなんですけど、一緒じゃんほぼ。キューブ。いい。私がもう家でのんびりしてる頃に握手会が始まっているということですね。え、すごい。え、なんかじゃあ一部に私のとこに来てくれる人はキューブまでずっと会場にいるってことですか。うわ、大変ですね本当に。朝早いのも大変だけど夜遅いのも大変だよね。帰りの電車間に合わないとか人いるし。え、会えなかったのかな今日。あ、ってか自分が勝手に着替えてたんか着替えてたらしいわ勝手に。え、もっと早く知ればよかった。え、みはる何時に来たんだろう。あ、いつも、あ、ほんとだ、ちょうどみはるんが来た頃に私が着替えてそういうことですね。え、だったら別に暇してたから、え、もう一回来てくださいとか
言ってくれたら絶対着替えたよエリは。絶対着替えたよミハルン。絶対着替えたよ私はミハルンの言うことなら。コウモリありがとう。わあ。ちょっとここの色が違ったぐらいでほぼ一緒だった。今日今年はロリータ着る人多いですね。ミハルンはシルバニアファミリーが大好きっていうこと、シルバニアファミリーとサンリオが大好きってことは知ってるんですけど、アートアイドルが好きってこと、ちょっとでもアートはそんなに詳しくないのでちょっと詳しくなっていきます。私もハートありがとう。あ、ハンドメイドすごいよね。だってこれ作ったんでしょ。私これ買いましたよ。さすがにすごくない？ミシンできない私は。女子力高い。サメフライじゃ何？ミハルンはサメフライを求めてる。あ、ガチャガチャか。なんか言ってたわ。でもこれ私カバンにつけてる人見たことある。ミハルンもえ、そう言ってた。ラーメン部がなんとかとか一緒に話してた。おもろ。みんなミハルンのこと詳しすぎやろ。めっちゃ詳しいじゃん。教えてもらえよ。まずミシンを手元に用意することから始まるぐらいミシンが短いのはないです。川島はすごいです。私も趣味を増やしていきたいと思います。待って、時差がさあるから何の話のさ何の話してとかも覚えてないんだけどさ、何の話にリアクションしてるのか分かんなすぎてやばい。なんかもう今日頭回ってないんですけど。やばい、何話してたっけさっきまで。この冊子それなえってな、やばい、何に対してとか全然思い出せない。マジでごめんなさい。マジで何の話してたっけ。全然覚えてないんだけど、やばいやばいやばい。何の話してたっけ。ミハルの話覚えてる。ミハルの何の話。あ、みんながミハル、あ、そういうことね。ミハルに詳しすぎるって話か。そうそうそう、それそれそれ。ちょっとマジでやばい。今日は本当に今日はもう10時に寝ようかな。いや、みんなの方が記憶力良すぎて無理なんだけど。私おばあちゃん化進んでます。ユッピーよりおばあちゃんだ。ちま。ということで今日はもう22時に寝ようと思うので今日はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと本当にフユッピよりおばあちゃんになっちゃうので早く寝たいと思います。
さん嬉しい、ありがとう、こちらこそありがとうございました。大した話もできず、なんか頭回らないからつまらないお話しかできなかったんですけど、トーク会はもっと楽しいお話をしている人なのでぜひ来てください。トーク会はもっと普通の会話をしております。待ってね、じゃあね、バイバイ、ありがとう、バイバイ、おやすみなさい。